こんにちは、整体ニコニコ千田です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで、今日は呼吸法で絶対やってはいけないダメなポイントということでお届けしたいと思います。で、呼吸法っていうのはとても重要ですし、あなたの不調を改善していく上でも呼吸法大事なので、私も動画の中でですね、いくつか紹介しています。で、実際姿勢とかも大事なんですけども、姿勢がいい状態っていうのは呼吸が通った状態なんですね。ですから呼吸が通った状態を作ることで、逆に姿勢、あなたの姿勢も良くなりますし、そうするとあなたの、まあ、腰痛とか膝の痛みですね、あと肩こり、こういったものも出なくなりますし、出ない体になってきますし、まあ、そういう心配がない体になって、よりあなたが気持ちよくですね、生活しやすくなります。ですから呼吸法ってのはとても重要なんですね。とても大切なんですが、今日はですね、呼吸法でついですねやってしまうポイント、特にしっかりと体を良くしたいってことで頑張ってらっしゃるあなたのような方ですね、そういった方はですね、もう絶対やっちゃいけないんですけども、そのダメポイントをやっちゃうんですね、ついね、やっちゃうんで、今日はそれを知っていただくことによって、あなたの呼吸法ですね、呼吸を知っている人はこの呼吸法をですね、よりいいものにしていただきたいということで、今日はダメポイントをお届けしたいと思います。で、そのダメポイント何かと言いますと、ここに書いてあるんですけども、肩を上げないということになります。肩を上げない、なので息を吸うときに、呼吸法をするときに、意識をするときに、頑張ってですね、肩をこう持ち上げちゃうんですね、こうやって。で、それはダメですよと、それやっちゃいけませんよということになります。なので息吸うときに、これダメですってことです。ちょっと大げさにやりましたけども、この時にどうしてもですね、こういう肩とかこの辺、僧帽筋とかですね、この辺の三角筋って言うんですけど、この辺にこう息を入り、息しやすいわけです。で、もちろんですね、あなたが走ったりしてはぁはぁぜーぜー言ってる時、そういう時はハッとね、肩で息をすると、これもいいんですけども、普通の呼吸法をやってる時はそういうやり方をしてはダメなんですね。で、なぜダメなのかと言いますと、こうやって肩で息する時というのは普通の状態じゃないからなんです。普通のあなたの生活の中でほとんどないからなんですね。例えばさっき言ったみたいに走った時とかだったら、はね、肩で息することがあってもですね、普通に歩いたりですね、あなたが普通に歩いたり、家事をしてたり、デスクワークをしてたりですね、おしゃべりしてたりとか、ご飯食べてる時にはっはっはっ、こうやって息してたら変ですよね。この時は普通にもう肩なんか動かずに普通に息してると思います。なのであなたの結局普段の呼吸を変えたいわけです。そのためにあなたは呼吸法に取り組んでるわけなので、肩を上げずに普通にですね、肩はもうだらーっとしたまま呼吸法を行うということが、あなたの普段の何もなんていうか、スポーツしてめっちゃ動いてるとかじゃない、その普段の家事をしてたり、仕事をしてたり、おしゃべりしてたり、台所で ご飯作ってたり、その時の呼吸を変えるためには、頑張らずにですね、肩をだらっと垂れ下げたまま、脱力した状態、だらっとした状態で、肩を上げずにですね、だらっとした状態で呼吸法に取り組むということがとても重要になってきますので、結構このですね、呼吸法に取り組んでるとだんだんそういうことを忘れてですね、早く呼吸法で改善したい、呼吸法を早く上手になりたいという気持ちがあなたが強ければ強いほど頑張って肩を上げがちなんで、ちょっとですね、鏡見たりとかしてチェックしながら、まあ、座ってですけども、座ってチェックしながらやるとかですね、あとは寝転がったら肩大丈夫かなっていうのをちょっと時々意識しながらやってみることをお勧めします。ということでですね、結構これ重要なポイントですから、押さえていただければと思います。ということで、今日は呼吸法の絶対やっていけないダメポイントということで、肩を上げない、なんて肩をだらっとして、行うということが大事ですよということについてお伝えしました。で、またですね、やってみて分かんないこととか、また呼吸法とかで質問などあればですね、下のところコメントとかメッセージいただければと思います。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。